で今日は日本インタープリテーション協会の理事幹事らがここ数年で議論してきたことを私なりに解釈してお伝えいたします。ま,また最近のインタープリテーション協会のさまざまな活動や周辺で起きていることなども整理してお伝えします。それでこのパワーポイントデータは PDF にして後ほど皆さんと共有しますので、えー、安心してください。質問やコメントは一度もチャットに書き込んでいただければと思います。で、目次です。 まあ、あのインタープリテーションに関して言葉の整理をして、まあ、今注目されているよって話をして、学ぶ層が広がっているよっていうことを、それからこの時代にインタープリテーションする意味は何なのか、そしてからインタープリテーション全体計画っていうお話もちょっとしようと思います。あれあとね、プロダクトアウトとマーケットインってちょっと変わったお話もしますが、その後 あのインタープレテーションのプログラムはトーク、体験、その他で構成される。それから今回のキーワードですね、TORE、用語集にも出てますけどもあの、それの話をちょっとだけします。で、最後にもう一回、インタープレテーションの意味とは何かなっていう話。で、あとは IP 協会の報告とお知らせで、えー、ちょっといくつかのお話をしようと思います。イスカイの皆さん、大丈夫ですかはい。 はい、<ー>はい、大丈夫です、はい。はい、じゃあ言葉の整理、インタープリテーション、インタープリター、そしてガイド。ね、ちょっとこの3つの言葉を整理しようと思います。インタープリテーションとは、まあ、機能であり考え方であるっていうのは今までも割と言われてたんですけど、これは技術でもあり道具でもあるよねっていうことでもあると思います。で、一方、インタープリターっていうのは、まあ、これはインタープリテーションする人のことですね。 そそういうういい技術やや道具をを使う人人機能や考え方を体現すする人そんななことかなとか思います一方ガイドっていうのは、まあ、機能であり、まあ、ガイドをするっていう機能でありあのガイドさんはさあっていう人でもあるこの両方の意味があるんでちょっとややこしいですね。で私ね実はあのインタープリターはガイドとは違うんだってことを結構ね強調してた時期があったかなと思います。 でつまりガイドっていうのは情報を伝える人であってインタープリターはその情報を伝えることによってその背後にある意味や価値を伝えるそれがあインタープリターなんでガイドと違うじゃないっていうふうに強く言ってたんですけど今はガイドだってインタープリテーションしますよねっていう感じであ,のあんまり分けて語ることに意味がなくなってきたなっていうのが正直な印象ですで今注目されてるっていうのはまあこれ大きい話で 皆さんあの観光立国政策とか、ね、国の政策として今、観光をすごく大事にしていこうという政策があるのをご存知かなと思うんですが、その観光産業の中でガイドの,、ね、あの重要性が非常に認識、えー、されています。そしてその、さらにガイドの中で今、インタープレテーションが注目されているという。とこに 意識がなかった人た人ちは少しこっちもも見てておいいいいらえるとといいかなと思いますでこのガイドのことについてはこれ観光文化っていう日本交通公社が出している雑誌が去年の5月に出てます。でここにガイドは観光振興の主役となる可能性があるってちょっと最後の一行がトーンが下がってるんですけども、まあ、対談で松田さんは知れとこの方江崎さん伊勢島の方松本さん屋久島の方みんな僕らと一緒に環境省のインタープリテーションの研修なんかやってる仲間 講師の仲間ですけども、まあ、こういう方たちとか、それからまあそもそもこの雑誌の編集をやったのがこの JTB の寺崎さんって方ですけど、まあ、ガイドは持続可能な観光振興の基地となるって、まあ、こう持ち上げてるんですけど、さらにですね、皆さんこれ、これはあの観光経済新聞ってそういう新聞があったんですね、日本経済新聞,経済新聞しか僕知らなかったんですけど、でこの吉田博さんっていう方,方が、あ わ、まあえー、割と観光寄りのもちろん方なんですけども、政府の施策の中でも、高付加価値への転換が重要項目に挙げられている中で、このインタープレテーション技術の普及が加速していけば、きっとガイドおよびその地域の満足度が上がり、単価アップの好循環が回っていくに違いないっていうようなことを言ってます。チャットの方に小野さん、ここで、この記事があのネットで見れますんで、ちょっとそれ、小野さん、貼れますかね。 今りりましたオーケーありがとうちょっと後で、はい、あとでチャットは今開かなくても後で消えませんからあの、えー、開いていただければと思います。でももちろんねこれあの誤解してほしくないんだけどなんかインタープレテーション協会をずっと観光寄りにシフトしたのかってそんなこと全然なくって今までのやっぱり環境保全のためのインタープレテーション環境教育のためのインタープレテーションという意味が別になくなったわけじゃありませんよということでそこは注意していただきたいなと思います。 学ぶ層の広がりで、これまでインタープレテーションを学ぶのは、インタープリターの人が学ぶんだっていう、ちょっとそういうイメージがあったかなと。でそれは自然公園や自然案内所、それからまあ動物園水族館の展示施設や自然学校のスタッフ、中心だったけど、昨年、えー、数年ぶりに開催されたセミナー、私たちの主催のセミナーでは、観光ガイド、今日もたくさんね、ジオパークガイド、通夜館内市の方、 街歩きガイド、サイクリングガイドなどなどの方が参加されてくださいましたし、後ほどちょっとご紹介しますけど、雲、え、仙、ー、温泉で、えー、やったインタープリテーション全体計画作りのプロセスでは、地域のさまざまな関係者の皆さんを対象に研修会も行っているということです。で、あの次のページで、インタープリテーションに携わる人材の育成指標っていうのを私ども、えー、作りましたけど、全体を4つの分類、 にえー、役割に分類しししたたりててていますで地域でお,お客をを迎えるのの関係者者人材育成の対象者として位置づけたつまり今まではインタープリターを育てるっていうイメージがあったんですけどいやいやいやもっと広い人に理解してもらわないとダメでしょうっていうねで、まあそれぞれにどういう知識どういう技術どういう働く姿勢を身につけてほしいかっていうのを分類したのがその育成指標ちょっと次のページでご紹介しますけど 4つの役割っていうのは、これね、2, 2番目の役割がインタープリター、ガイドなんですけど、そのもうちょっと手前というかですね、まあ、どっかの、まあ、例えばじゃ観光地みたいなところにあのガイドさんがいたとしても、そこに訪れる人たちのうちの、まあ、多くて2割とか3割、まあ、下手すりゃ数パーセントしかガイドさんと接することがないっていうのが多いんじゃないかなと思いますが、実は。 タクシーの運転手さんだったり、旅館の中居さんだったり、お土産物屋さんのご主人だったり、飲食店のスタッフの方たちがお客様に一番接するわけですよね。だからそういう人たちもインタープレテーションの理解をまず知ってもらいたい。ガイド・インタープレターは言うまでもなく、まあ、ディレクターっていうのは、まあ、 ライトインタープリターが何をするかを考える人たちっていうふうに言ってもいいかな現場オペレーターレベルプログラムを考える人作る人さらには行政や観光協会まああの環境省のいろんな施設の運営するようなプロデュース地域プロデュースをするような人たちこの4つの役割があのみんな、えー、インタープリテーションのことを理解してもらいたいなってことで、えー、ここもちょっとお小野さん リンクを貼っておいていただけると思うんですけども今、えー、っとチャットにリンクが貼られるところでこの表はこれ日本インタープリテーション協会のホームページで見ることができます今言った1234の役割でちょっと微妙に線が2と3がくっついて1と4が離れている微妙なこの線の引き方があるんですけども、まあ、割と僕らが今まであの人材育成の対象として考えてたのがその2と3 の人たたちだったかなっていうふうに思うんですけども、えー、接客スタッフのより広い人たちにも理解してもらいたいしそれから地域づくり全体を考えるコアな人たちにも理解してもらいたいってそんなようなことで少し整理をしましたちょっと細かい内容についてはちょっと今日時間の都合で触れませんで、まあ、ちょっとね違う視点でえこれはあのー、今え去年も 日本インタープレテーション協会がやってるセミナーでね、結構大事なポイントなんですね。この時代にインタープレテーションを行う意味って何なのか。皆さんもね、ちょっと考えてもらいたいんですけどもね、えー、私たちは一体何のためにインタープレテーションを行うのか。この時代でインタープレテーションを行う意味って何なんだろうか。で、一つは持続可能な社会の実現のためというふうに、まあ、一つはというか、最終的にはこれなんだろうと。 いうふうふに考えるわけです、すここでいう持続性ってのはどんなことかって、ちょっと3つ考えてるんですけど、1つは地球規模、自然資源の持続性。2つ目は人類社会、まあ、歴史、文化あごめんなさい文化資源ですね、源が消えちゃったの持続性。さらにもう1つ、その人間の尊厳っていうのもすごく大事だよね。 えー、このあたりはあの広島修道大の西村先生なんかも強く言ってらっしゃるんですけどアメリカの国立公園のインタープリテーションなんかでは結構ここを扱っている例をたくさん見るようです。まあ、一人一人が差別や、えー、生命の危機にされ,されることなくありたい人生を全うできること、まあ、だからどんなところを解説するかによってインタープリテーションで伝えていくその持続可能な社会の実現のためってことで。 まあ、あ場所によっては、このことがすごく重要なことになったりすることもあるかなと思います。で、インタープレテーション協会としては、こうしたこと、上記の1、2、3が伝えるベースにあって、そうした社会を実現するための大切なコミュニケーションとして、インタープレテーションを位置づけているということです。えー、あ これ後で皆さんねあのチャットにペタって PDF 貼りますからね大丈夫ですよでインタープリテーション全体計画ってあのこれ今年の1月にあのインタープリテーション協会が、えー、やったイベントでも少しお話してるからもう聞いてるよって方もあ,のある程度いらっしゃるかと思うんですけど初めての、ね、方もいらっしゃるんで、えー、ちょっとおさらいしておきますでこの全体計画は っていうのは、まあ、あの地域でインタープリテーションどうやって行っていこうかってことの、まあ、基本的な、えー、ことを整理して書いてあるものなんですけども大切なポイントは地域のみんなで作り地域のみんなで使うものでまあみんなってのはお客さんに接する全ての人っていうのはさっきの1234全部の人っていうことですよねでちょっと比喩なんですけどねこれはね比喩比喩ねインタープリテーション全体計画は 地域のみんなで作曲し、地域のみんなで演奏する楽譜のようなものだと。で、演奏する楽器は、タクシーの運転手さんとか、ガイドさんとか、えー、観光協会の人とか、それぞれ違ったとしても、みんな同じメロディーを演奏している。で、お客さんの方にしてみれば、あれ、この地域どこに行っても、あのメロディーが聞こえてくるな、みたいなね、そういうイメージであってもいいのかなっていうことをちょっと思ったりしてます。 でこの全体計画はあのアメリカの国立公園にはそれぞれ1つ,1つの国立公園に1つの全体計画がある。で、公園を訪問する方にぜひ持ち帰ってほしいことや地域の重要な資源などが整理され、明記されているってものが計画なんですね。で、その他には来訪者に望まれる体験、つまり、えー、ここに来ていただいた方にはこんな体験をしてもらいたいな。 っていうことやれはだね,こ,れねこの話を聞かないでここにいるのとこの話を聞いてここにいるのには景色が全然違って見えますねってことあるじゃないですか皆さんそういうようなものをちゃんと整理しますとでこの計画がベースとなってガイドのプログラムだけではなくビジターセンターの展示だったりパンフレットだったり野外の展示版だったりあるいは ウェブページなどのデザインもこうその計画が全部ベースになって作っていきましょうということです。で日本ではですねでに高尾ビジターセンターとか那須平成の森などでこの計画は作られて、えー、いましたあの。日本インタープレテーション協会の代表理事の古瀬さんは、まあ、この両方の計画に関わられて、えー、いたわけですけれども、えー、地域の関境、 経営者の参加による本格的な計画づくりは、えー、長崎県の雲仙温泉地区、まあ、これは雲仙天草国立公園の中のあるエリアですけども、えー、インタープリテーション全体計画っていうのは去年、えー、できました。っていうか昨年度できました。今年の3月ぐらいに完成っていう感じですね。で、えーまあ、ちょっとこれは今日も環境,環境省の方も、えー、参加のご参加の方にいらっしゃるんで、僕が言うのもあれなんですけども、僕が聞いている限りでは、 日本の国立公園では、この雲仙の計画づくりをきっかけにして、えー、今年度、数か所の国立公園でこの計画づくりに着手をする予定であるというようなことを伺っています。で、この計画ができることによって、地域のさまざまな関係者、まあ、さっき言った演奏をする人ですね。で、この演奏をする人たちは、くどいですけども、タクシーの運転手さんや旅館仲居さん、飲食店のスタッフなどが同じ楽器、 まあそれぞれ違う楽器なんですけど、思ってそれぞれの楽器を奏でることで、お客様に地域のハーモニーを届けることができる。さらにですね、えー、来訪者、お客さんもその演奏に,一緒に参加するなんて、そういう全体計画の可能性もあるんだろうなって思っています。で、えー、小野さん、ちょっとこれの、えー、この雲前全体計画はね、全部で70ページぐらいのね A4 サイズだとして、 70ページぐらいのものですけども、これがダウンロードできるサイト、雲仙観光局のサイトがありますので、今、チャットにはいはい、はい、ありがとう。皆さん、えこれはあのちょっとダウンロードしておかないと、あのあでもチャットの URL が消えなければ、後でダウンロードしても大丈夫だな。すみません、大丈夫です。で、インタープレテーション計画ではさらにですね、誰にどんなメディアで伝えるのかっていう、このメディアっていうのは、なんかつい、 あのウェブとかあのあのテレビとかラジオとかそういうふうに思うかも新聞とか思うかもしれませんけども、まあ、伝える方法ですねだから何でも今これから説明しますで、えー、とりあえず伝える相手としては、まあ、例えばですよこれまあ今4つぐらい書きますけど横にこれ20も30も並んでもおかしくないんですけどシニア夫婦で来る お客さんたちいるよねとか参加者いるよねそれから日帰りで子ども連れの家族っていうのもいるよねとかね企業研修で来る人たちもいるよねとかね若者のグループで来る人もいるよねってそこを訪れる人たちのことを少しこうやって区分け区切ってですねそういう人にはどんなメディアでどんなふうに伝えればいいのかなっていう一覧表をちょっと。 作るとということも大切なんですねで伝える全てのメディア国立公園なんかの場合だったらば、まあ、パーソナルガイドツアーというのは、まあ、あの個別にこう、まあ、せいぜい1人が多くて20人とかね、えー、連れて歩いて、えー、やる、まあ、いわゆる普通のインタープレテーションガイドツアーですねそれとノンパーソナル、まあ、要するに人は返さないセルフガイドツアー大きく2つに分けられるかなというふうに思いますでパーソナルの方は えー、さっきのツアーと同時にこうアウトドアのアクティビティなんかも、まあえー、あるかなと思います。まあ、自転車でどこか回ったりとか、もちろんあの登山行ったりとかね、そしてお土産物屋とか、とか飲食店を、をお宿なんかもパーソナルなお土産店の人とお話をするね、それからお宿の人とお話をするっていう、これも全部パーソナルなインタープリテーションかなと思います。一方 ノンパーソナルのガイドツアーしたら、まあ、ビジターセンターでの展示、それからパンフレットなどの展示物、野外展示板、ウェブ情報、そんなものがあって、こうするとこういう,こう、えー、いわゆるマトリックス表ができるんです。で、今ね、ここで記号を入れてみたのは、まあ、この人たちにはこんな特性があるから、ここ,こではこんな伝え方でこんな内容もってことを入れていけばいいんですけど、まあ、すみません、これはダミーで入れているだけで。 シニア夫婦がこれでということを決めてるわけじゃないんですけどなんかこんなようなことも地域で整理するとだから今度はこのグループにぜひ働きかけたいんでターゲットにしたいんでこういうメディアをもっと充実させようよみたいなことが見えてくるっていうことかなと思います。えっ、ー、とそれではですねちょっとねここでああ急いじゃったねなんか時間がないな時間がないなと思ってね ダメだね、こうしゃ、しゃ、早くしゃべってしすぎてね、こう最悪のやっちゃいけないこんなプレゼンテーションっていうのはちょっと今日皆さんにお見せさせていただきました。<laughs> まあいいでしょう。ゆっくりいきましょうからね。なんかね、チャット、今20も入ってるの、僕ごめんなさい。もうここのね、設定が悪くてチャット見えてないんで、後でまたあの見ますんで、よろしくお願いします。で、あのー、 聞いたことありますかね、皆さん。プロダクトアウトとマーケットインって。ねこれはあの割とマーケティングのせ。えあな,なんだ少々お待ちくださいってなんだっけ、今。俺が待った方がいいの、今。大丈夫<ん>あれなんだろうどっか,か出てますかいや、ごめん。僕のね、あの、僕のイヤホンにね、もう少しお待ちください。あ、接続。<laughs> うん あれ、接続で問題が起きてますしばらくしてからやり直してくださいって俺のとこきでもお話は聞こえてますよあそうですね、うん、問題ないですねすみじゃあすいませんこのまま大丈夫ですかはい大丈夫ですどうも失礼しましたな,なんかマイクがおかしいんだと思います一見無関係な話と感じるかもしれませんけどもちょっとこの話をまあ緩和球大という感じで聞い,、えー、聞いてくださいえー プロダクトアウトとマーケットイン、どっちが大事って話ですけども、プロダクトアウトっていうのは、自分たちが最高だと思うことを作れば売れる。まあ、インそれをインタープリテプリターテション的に言い直すと、まあ、まあ、ここの自然はこういう価値がある、それからこういう珍しさがあって、だから皆さん見る価値があるんですよ素晴らしいでしょっていう、まあ、とにかくこっちの素晴らしさを伝えるっていうのがプロダクトアウト。ね。 いいものを用意したんだからお客さんが来たら絶対感激するはずだっていうのがプロダクトアウトで一方マーケットインっていうのはお客さんが求めているものを作れば売れるこれはインタープレテーション的に言い直すとえー、っとやっぱりあのあのお客さんいやだから誰でもっていうわけじゃないんだよきっとなあのお客さん層はこういうことを求めてここに来るんだからこういう体験をとかあそこに連れていけばきっと喜ぶはずだみたいな お客さんによってこう商品も変えていくっていうかもしくはそういう商品を作っていく用意していくみたいな感じであのマーケティングの世界ではあのよく言われているこれ基本概念はでちょっと、まあ、こまあみんながこういうわけじゃないんですけど人によってはもうプロダクトアウトっていうのはもう時代遅れだよとマーケットインで顧客満足に結びつけるべきだっていう考え方があるんですね。 でででこここれはこれはまあああの合ってるるところもあるんですつまりあの僕なんかもよく各地の、えー、地域振興を考えている人,人たちのところの人材育成とかあの出かけることあるんですけどもやっぱりみんなよそ見てないんですね。自分のとこだけ見てねここの地域はこんなに素晴らしいんだってことをこう熱弁するんですけども。あの こ,うあっちこっち見てる人にすれば別にそんな珍しくないんだけどなみたいなこともあったりするんですね。で、えー、観光業の世界では、まあ、プロダクトアウトばっかり今までやってきたからってことなんだけど、えー、マーケットインが大事だよっていう風潮があります、まあ、あるいはあったということかなと思います。で、えー、まあ背景としてはね地域がその地の素晴らしさ珍しさあ美味しさみたいなものを発信してもね なかなか顧客にはなかなか届かない。で、日本中の地域がね、うちが一番って言ってるわけなんですよね。まあ、やっぱり大事なのは顧客のトレンドってか、今何にみんな興味持ってんのかとかね、それからこのターゲットはあのどういうことを求めてんのかとか、そういうことをちゃんと知った上で、あの売る商品っていう、まあ、ガイドプログラム、インタープレテーションプログラムもちゃんと考えた方がいいよねっていう考え方。 なんで,すでもね一方でまあ一般的なマーケティングをいくらやったって顧客が満足する商品をで顧客が満足する商品を用意したって必ずしもみんなに届かないってことがあるんですこれよくあるのは全国いろんな温泉旅館行ってもどこ行ってもまずマグロのお刺身が出てくるみたいな絶対みんなはマグロのお刺身があれば喜ぶからみたいな感じでね。 でマーケティングの結果、日本の携帯会社は同じような商品を作り、その結果、友倒れしたって、これ、有名な話なんですけどね、一方、それに対して、アップルって会社は iPhone 作ってますけどもあの、マーケティングなどなんか、あそこは一切しなかったっていう、まあ、本当かなわ分かんないんですけど、そう言われてます。自分たたちがとにかく作作りたいいいいこれ絶対いいはずだっっててうのを作って 勝利したっていう話があるんですつまりお客さんがどんな携帯を求めてるかってことを一生懸命調べれば調べるほど各社同じものを作っちゃうってことなんですね。だから結局あの全然おあ目新しさとか新しい機能とかそういうのがなくって、えー、全然そんなこと考えなかった iPhone に負けちゃったみたいな、まあ、そんな話です。でマーケットインだけで商品を売っても成功するとは限らない例ですね。 で結局僕はやっぱりどっちが大事かの議論は不毛だなというふうに思ってますでインタープリテーション全体計画っていうのが、えー、地域の魅力を整理し把握し共有し発信するっていうのはこれまさにプロダクトアウトなんですねでその魅力はどんなお客さん層に響くのかをよく吟味してその層それぞれに向けたあのさっきは えとメディアっていう言い方をしましたけどねアプローチがあるとまあこれがマーケットインなのかなと思いますでまああのー、マーケットインは顕在化した顧客のニーズにプロダクトアウトは潜在的な顧客のニーズに対してアプローチするっていう、えー、これはウェブで見つけたことですけども、まあ、ちょっと誰に対して何をどう伝えるかっていうことを少し意識しようというようなお話で最後プロダクトアウトとマーケットインのお話をさせて いただきました。けども、インタープリテーションプログラムというのは、トークプラス体験プラスその他で構成されるって <laughs>、えーね。で、インタープリテーションにとって、まあ、聞く、えー、トークとは話す、まあ、反対からすれば聞くね。で、インタープリターからすれば、ガイドからすれば見せる、お客さんにすれは見る。まあ、話す、見せる、あるいは聞く、見る。 あと、まあ、クイズとか QA なんかもあ,ありますけども、これ主にね、耳と目,目と耳を使う情報収集っていうか、ね、感じだけど、それに対してこう体験っていうのは、まあ、五感で知るとか五感で探すとか、あと何か作るとかねで、作るっていうのもなんかアートみたいなこう造形物を作るみたいな、あとは文芸というか、ね、俳句を作ったり、漢字一文字で書いてみましょうみたいなね。でさっきのその えー、トークはやっぱり目と耳、耳と目中心だけど、それプラス、まあ、鼻だったり、肌だったり、手だったりね、まあ、体だったり。で、この,この2つって、あの明確にこうガシャッと離れてるもんじゃなくて、なんとなくこういうベンズというかですね、えーまあ、Q&A とかなんかを探じゃあ探してきてくださいとか、まあ、トークだけど体,体験っぽいもの。 とかね、で体験だけどトークみたいなものっていうのもあるからあんまりこれ分かれてるもんじゃないですよっていうことで,で1980年代から90年代頃からあの情報提供中心の自然ガイドに対抗してさまざまな体験アクティビティをみんな提供し始めた、まあね、一番代表的なのはネイチャーゲームというふうに言われるようなものがそうかなと思いますでその頃のキーワードね思い出せばやっぱりセンスオブワンダー 科学より感性、まあ、これよりっていうよりも科学も感性もだっていう感じじゃないかなとは思うんですけども、それから、えー、こんにちは、それでは大事な話はですね、じゃなくて、まずまあ今日もアイスブレイクの時間、小野さんが少しやってくれましたけど、緊張を解くという時間がやっぱり大事だよねとか、やりっぱなしにしないでしっかり振り返るってことも大事だよねみたいなことが割とこの頃からずいぶん言われるようになってきたな。なんでかっていうと、もう一度言うと、 こういう特にアイスブレークか振り返りみたいなことを全くなしにして突然全力疾走最後で急,急激にじゃあ終わりますっていう感じみたいなのがあったりそれからとにかく情報提供ばっかりでもう聞いてる方はもうアップアップでもいえ最初の頃言われあの話したことも全部忘れちゃったよみたいなことにならないようにするみたいなねそんな話も、えー、あったかなと。で 私が今ここでこういうことを言う背景として、えー、なんであの川島さんわざわざ体験とかそういうものが大事だなんてわざわざ言うのみたいなね。というのはね、あの去年の,あの IT あのインタープリッタートレーニングセミナーあの我が教会主催の、えー、ガイド研修は割とね、トークの中、あの 実習が中心だった、まあ、これはオンラインで短い時間だからなかなか体験のプログラムって難しかったっていう背景もあるんですけどね。でまあその TORE これ後でまた何度も出てきますけどそういう要素が入った5分間トークに挑戦してもらって聞いてくれたみんなからフィードバックをもらってでその結果自分のそのトークを練り直してでもう一回トークに再挑戦するみたいな。 でひょったらインタープリテーションというのはこれトークだけなのみたいにね、そういう誤解が生まれちゃうと嫌だなっていう。で、特に TORE の R というのはまあ関係づけるっていう。で、E はまあ楽しさみたいなことは、まあ、あのトークもだけど、まあ、特に体験アクティビティがあの生み出しやすいかなっていう。まあ、そんなこともあって、えー、IP インタープリテーションというのはトークプラス体験プラスその他。 まあその他ってのはまあ移動したり休憩したり写真撮影したり食べたり泊まったりみたいなまあ要するにトークじゃない体験じゃないインタープレテーションの「こんにちは」から「さよなら」までやってることって当然あるわけですね。でこれ今日はキープ協会のね清里のキープ協会の人も何人もご参加いただいてますけど例えば僕が2000年ぐらいまでキープ協会にいましたけどまあ90年代ぐらいによくやってたあの例えば2時間のプログラムレ っていうのを無理やり簡素化すると、まあ、アイスブレイクお互いを知るっての右の15っていうのは15分ぐらいってことすごく大ざっぱ適当ですこれで今日のテーマを5分ぐらいで示して、まあ、10分ぐらい移動してで体験アクティビティが15分ぐらいのが123みたいな感じでいろんなことやってここでちょっとトークでこれのまとめみたいなもしくは皆さんと少しやり取りしたりしてでもう一つなんか最後の振り返りの 体験アクティビティがあって歩いて最後締めのトークみたいなねこれで大体120分2時間っていうような感じだったりしてでこれがだからあの体験とトークとその他で構成されるっていうまあこういう話なんですそんなびっくりする話じゃないですね、うん、で、まあ、これはあの TORE で構成されるっていうまあ えー、スイマティック、テーマがある、オーガナイズと構成されている、レレバン、えー、来訪者との関係がある、そしてエンジョイブル、楽しめるっていう、この TORE と4つの要素がインタープリテーション、特にトークには、えー、必要だよねっていう。で、これはインタープリターズフォーラムの参加ガイド、皆さんとこ行ってるか、あの PDF でね。 えー、事前に送られてるかと思いますけどそこにあの用語解説もありますからご覧くださいそれからあ山田直子さんがあ午後の分科会でこれについて相当深く、えー、触られるというふうに思っていますサムハム、ね、山田さんの先生ですねがインタープリテーション意図的に違いを生み出すガイドのためのコミュニケーション術というまあこれは翻訳はあの山田さんが考えられた訳です でこう定義ね、こうすごく有名なフリーマン・チルデンのうう役としては、単なる情報の提供ではなく、直接体験や教材を通して、事物や事象の背景にある意味や関係を明らかにすることを目的とした教育活動、まあ、赤字は僕がしたんですけど、という定義や、サム・ハムさんは、インタープリテーションはシンプルに言えばコミュニケーションのアプローチですよと。 インタープリテーションの中には自然科学などの専門的な事柄を専門外の人たちが理解できるように分かりやすく翻訳して伝える。まあ、翻訳ってまさにインタープリテーションなんですけどね。同時にそれらを人々が楽しみ、興味を持てるような方法で行うということも含んでますでこういう。こういうような2つのガイドからも一方的にガイドの話を聞く、まあ、自動的なものよりも体験的、能動的な方法が。 方法がやっっぱ大事有効ななんだろううていう話ですでここも、えー、日本インタープレテーション協会のホームページにここのことをちょっとこういういくつかの定義を紹介したりしているサイトがありますんで小野さんこれ入りました。ちょっと後で見なからまぜひ見ておいてください。えー、先ほどあのこの時代にやる意味はっていうのも書いたんですけどもう一個ちょっとこれ複雑でねっていうか いまいち僕もね、消化しきれなくてね、皆さんにピンとくる話として伝えられるかどうか、ちょっと自信ないんですけどね、えー、やってみます。で、インタープレテーションする主体っていうのがあるんですね。それはだから、もちろん国立公園のレンジャーなんかだったら、えー、政府機関だったりするし、まあ、いろんな自然学校みたいなところの団体だったりして、それから地域の、まあ、観光協会みたいなところが、えー、主体があるわけなんです。まああれ あるいは個人っていうのもあるとは思います。えー、その主体が持っているマインドっていうかね、その組織の持つミッション、まあえー、政府でも団体でも、その地域でも、要するにある何かを達成したいっていうミッションがあるはずなんですね。多分ん、ざくっと言うと社会を良くしたいとか持続可能な社会を作りたいっていうようなミッションを、インタープリテーションの持つ技術や道具を使って、来訪者とともに えー、共有する、ね、その場の意味や価値ということとして共有することにより、まあえー、以下のようなミッションを実現させること、まあ、さっき言った社会を良くしたいとか持続可能な社会を作りたいそれからそのど組織独自の、ね、ミッションがきっとあると思うんですでインタープリテーションによって参加者は何かその前とは違う変化これを期待しているのじゃないかなと。 私たちはインタタープリでその変化とは何かというと意識の変化であり行動の変変化化ででああり行動るとこれってまさに持続可能な社会に向けた意識の変化行動の変化って環境教育そのものじゃないですかっていうねすいません私あのつい、えー、ついっていうかずっと環境教育ってことを中心に仕事をしてるもんでついつい自分の方に引き寄せちゃう。 ですけども結局僕らまあいろんな理解の仕方があると思いますからそうじゃない私はインタープリテーションしてますって方がい,いらっしゃって全然あのいいんですけどもこれが一つかなと思います。でこれ以降はですね日本インタープリテーション協会からの報告とお知らせになります。でこれは去年、えー、完全オンラインで集合研修を開催。 いたたししましたこれは2020年、21年とちょっと開催できてなかった人材育成事業を再開しました。オンラインで再3回、えー、トレーニングセミナー、ガイドコースというのをやりました。まあ、これを2日間約12時間の開催で、去年の4月の7月は土日の連続開催で、えー、平日は、えー、12月は平日で2回に分けて、えー、ちょっと10日間で間隔空いちゃったんですけど、やりました。 内容は、まあ、インタープリテーションあるいはトーレの理解それから5分間のトーク実習フィードバックを受けて2回改善やったり2回目が改善だったりそれからガイドの構成手法などなどやりましたおかげさまで3回とも満員御礼ね、ね非常に多様な参加者が来ていただきましたこれは先ほどお話したとおり本当ありがとうございましたそして、えー、今年度ですね人材育成事業の開催の予定がありますでインタープリター・トレーニング セミナー、ガイドコース、去年3回やったやつ、今年も3回やります。それから、インタープリター、トレーニングコース、ディレクターコースというの、は今年初めて、それも対面で久しぶりにやります。そして、えー、日米インタープリテーションの研修会、今日はご参加の方に何人かね、す、え、で、ー、に過去これ参加したよって方もいらっしゃると思うようなんですけども、アメリカ・カリフォルニア州、ヨセミテ国立公園に9月に行きます。 ですよっていうちょっとご案内をしようと思いますで第69回が7月の1日2日村上さん一言 pr をお願いします村上さん声出せますかはーい今回のね就任講師村上さんですどうぞはいはじめましてあのえっ、ー、と自然教育研究センターの村上と申しますあの今は東京都の高尾だったりとか三丈だったりとか奥多摩というところで活動しております 今、川島さんから言っていただきましたが、あの、日程が7月1日と7月の2日で2日間、えー、実施するんですけど、あの、内容は今ご紹介いただいた TORE を、えー、扱います。で、多分ですね、この研修を受けて、あの、翌日からガイドがこう、劇的に良くなるってことかあんまないかなと思うんですけど、<laughs> ただ、ただ、あの、これから自分のガイドがこう、より良くなるための指標だったりとか、物差しが手に入るんじゃないかなと思ってます。あの、僕も、 あの、こう、インタープリターの仕事をして10年経つぐらいにこの考え方触れたんですけど、なんかその時のことを覚えてるのは、なんか自分の中でインタープリテーションの輪郭がはっきりしたのと、あとあの、お客さんとコミュニケーションを取るときのスタンスがちょっと変わったなーって印象がありました。うん 僕あの、山田さんが翻訳された本の中ですごく好きな言葉が2つあってですね。一つはあの、多分この TRE、まあインタープリテーションしていくと、ガイドだったりとか、あと解説のコミュニケーションの目的を果たしやすくなるっていう言葉がすごく、あの、しっくり来た思い出がありました。であともう一つは、インタープリターの仕事が楽になるよって、この TRE を知ってるとインタープリターの仕事が楽になるよって言葉があって、なんか今、思い返してみるとそうだなと思います。 あのまだ募集中で、あの皆さんのご参加もお待ちしておりますし、あともしあの、関心がありそうな方がいらっしゃったら、ぜひお知らせいただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、村上さん、ありがとうございました。えっと、じゃあもう一回戻りますね。川島さん、一応チャットにその今後の予定の URL を貼りました。OK、ありがとうございました。はい、そして、まあ、あとあの、まだ募集開始してないんですけど、今年は9月と、それから12月。まあ 9月12月はどっちも平日の開催です。土日はもう7月だけの一今のところ予定です。で、えー、ディレクターコースっていうのも今考えてるんですけど、11月に、えー、2泊3日で、えー、清里の自然清泉料自然学校でやろうと思ってます。で、これまでのインタープリタートレーニングセミナー、受講の方が対象ですけど、古さんなんか一言 PR がありますかあすいません。し <laughs> してました、はい はい、あの久しぶりの対面っていうのことと、それからオンラインの,あのガイドコースだと、どうしても体験っていう部分が薄くなっちゃうんですね。で、あのト,トークを中心に基、えー、本を学んでいるので、えー、なので、インタビューフェーの一番おいしい部分、体験っていうあたりを、えー、扱う、えー、コースになると思うので、あのまあ、これ、えーと、久しぶり。 だったり、あのカリキュラム改定して、えー、最最初になるので、あのちこれからスタッフがあのお大勢が関わってあの考えていくので、うん、あのぜひえっ、ー、と皆さんにもその場に来ていただければありがたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ね、うん、はいはい。そして、えー、次は日米の研修ですけども、約三十年ぐらい前から。 なんとアメリカの国立公園局、ナショナルパークサービス、NPS って言いますけどね、そこのサポートを全面的に受けてずっと開催しているものです。で、えー、9月、えー 絶賛参加者募集中ってさっきまで書いてたら、いや、もうほぼいっぱいなんですよってさっき言われて、<laughs> えー、そうだったのみたいなね、えー、もちろん日本からあの通訳が全行程、あの同行しますけど、その通訳していただくゆかこさんから、ちょっと言ま言、まあ、来年のこともあるから、ちょっとこんなのですよっていう,こう、えー、お話をしていただけますかすいません、はい。はい、ありがとうございます。えー、と山梨県からの今日参加してます増田ゆかこです。 えーと日米のインタープリテーション研修会、えー、と28年前からあの、95年からスタートしてまして、なんと、あの今日参加している方、生まれていないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、<laughs> はいえー、私は2001年からあの、第6回からあの通訳で同行させていただいております。で、あの今年ですけれども、もうあのほ,とほぼほぼ満杯なんですけど、一応お伝えしておきますと、えー、よせみ亭での研修会。で、毎回あのテーマを変えて、 行っています今年は面白くてですね、えー、あまり語られてこなかったストーリー、えー、これ何かというと、えー、例えばヨセミテにはあのアフリカ系アメリカ人、それから中国系アメリカ人、日系の方など、いろいろな実はあのヒドンストーリーあの、隠されたストーリーというのがある歴史があります。それをどういうふうにインタープリテーションしているかというところ、えー、そしてあのヨセミテは、 皆さんご存,じご存じかもしれませんが、あのすごい雪でして、雪が積雪量があのこの冬、ひどくてですねあの、ほとんどのキャンプ場のテントが潰れてしまったらしいんですね、被害を受けてまして、そんな休み手ならではの気候変動の影響もあの、えー、深刻になってきていますの、ね、で、そのあたりのインタープリテーション、どんなふうに人に伝えているかというところも含めてあの、いろいろなテーマをやっております。えー ほぼ満席なので、今から申し込みは難しいかもしれませんが、来年もですね、あの、開催、開催されるように私たち、あの、働きかけておりまして、来年はまだ、あの、どんなテーマでとか、どこでっていうのは決まっていないんですが、あの、また、えー、わかり次第、皆さんにお伝えできればなというふうに思っております。はい。えー、定員10名というね、非常に少ない人数で、あの、やっております。はい。来年もよろしくお願いいたします。 はいありがとうございます。まあ、あのひょっとしたら何かの事情で急にキャンセルが出ますとか、ねあ。そうですね。それはとてもあると思います。<れ>はい。だからあの、できたら行きたいんだってことは一言、言あ言、インタープレテーション協会の方に伝えておいていただければ、えー、キャンセル待ち一番の方から声かけていくという感じかなと思います。はい、はい。それではですね、最後、えー、えっと、こっちじゃねえや。危ない危ない。体質をそうになっちゃった。はい。 でえー、と次の,あのインタープレテーション協会の、まあ、最近の動向としては、まあ、講師が待つところに各,各地から参加者が集ってもらう集合研修ってこれに言いますね、まあ。対面が普通の集合研修でもですけど、まあ、いわゆるオンラインでもね、これは集合研修なんだろうなと。まあ、こういうことばっかり、僕らは普通っていうか、まあ、日本中の研修ってみんなそれが中心だったと思うんですけども。 えー、ここ数年ですね、講師陣が地域に出かけて行う研修もちょっと少し始まってきたかなっていう。まあ、昨年度は講師陣、2、3人の講師が、インタープレテーション協会の講師が各地域に出かけて、その地域の状況に合わせたプログラムを実施したりしてます。で、対馬、長崎県ですね。で、これはあの21年度、22年度、チェアアガイドの方とか、えー、いろんな体験アクティビティガイドの方を対象に。 研修をししてきましたそれから鹿児島県の徳之島というところが奄美大島の南の方にありますけどもそちらはあの海行きのガイドじゃなくて陸行きのガイドさん中心にちょっと研修もしてきましたそれから先ほど来話題の雲仙、えー、国立公園の雲仙温泉はガイドのほか地域のさまざまな観光事業者の人たちも一緒に、えー、学ぶ機会も作りましたそれから大学でのインタープリタートレーニングも開催 したりしてすで、えー、にあの筑波大学とか帝京科学大学なんかではそのインタープリタートレーニングセミナーと、えー、同じカリキュラムで行ったりしてますで2023年はまたいくつかの大学で、えー、開催を今検討中ということでございますそれであ,あとここはですね、えー、ちょっとこれは環境省の事業で 国定公園の利用拠点の魅力創造による地域復興推進事業としてっていうんで、これはあの3事業とも、あのー、日本環境教育フォーラムというところが受託して、日本インタープレテーション協会が協力して、まあ、学習ガイドブックみたいなものを作ったんですね。で、八ヶ岳南房総はキッズレンジャーガイドといって、 で石垣島は探究学習ガイドブックってちょっと対象が違って、えー、八ヶ岳南房総は割と小学校高学年みたいな感じですけどもこれはあのアメリカの国立公園にジュニアレンジャープログラムっていうのがそれぞれの,あの国立公園にあるんで、まあ、できたら日本もそういうのがあるといいなっていうんであのこんな例でやったらどうっていうことになるといいなと思ってそんな願いもあって作りました。 で石垣島の方は、まあ、高校で今、地理探求なんてのも始まりましたけど、まあ、教育旅行のより質的な深まりというか、高まりというかですね、を目指してという感じだったかなと思います。で八ヶ岳キッズレンジャーガイド。それからね、これ、南房総キッズレンジャーガイド。そして、石垣島は探求学習、えー、ガイドブック。でこれはあのティーチャーズガイドというのも別冊で作ったりして、でまあ、例えば、あのこの石垣島は、 こっちは日本環境教育フォーラム、それから石垣島のエクツアー福耳の、えー、お堀さん、そして日本インタープレテーション協会。皆さんこれ覚えておいてください。日本インタープレテーション協会のロゴですからね。それから清里のキープ協会、千葉の、えーしえー、千葉ネイチャー,あー自然学校ですね。そして日本旅行さんなんかもお力を借りて、あのこういうものも作ってみました。えっと、小野さんこれ。はい、入りました。ええ っとこれあのあと、ね、石垣島のやつはもう完全版がダウンロードできるんですけど、えー、八ヶ岳のやつはどこかでできるのかなわかんない。南房総はあの抜粋したページは見れます、えー。またちょっとひょっとして八ヶ岳のこうやって見れるよっていうのがあれば、後で教えてください。その他、あのー、参考としてインタープリテーション関連の書籍。 をいくつかちょっとまあおさらいのために。で、署名にインタープリテーション、インタープリターとあるものだ,だけにしました。あの、関係ある本っていくらでもあるんで。で、これがやっぱり最初で一番今でも有名な本かなと思いますけど、インタープリテーション、入門、自然解説技術、ハンドブック。アメリカで出た本の翻訳です。 でもう、あのー、廃盤というか新書はもう新しい本は手に入らないんですけどこの間見たらアマゾンにはまだ中古本がありました。で次が「あ名著出ましたね」「就職先は森の中」「インタープリターという仕事」ってこれ私が書きました94年に出しましたこれもアマゾンに中古本がありました。 これ、インタープリターという仕事っていうのをメインのタイトルにするつもりだったんですけど、なんかいつの間にか就職先は森の中になっちゃいました。それからこれは、あのー、今あ、日本インタープリテーション協会の,あの理事をしていただいている理事の古瀬さん、増田さんなんかを中心に編集、編纂した、インタープリタートレーニング、自然文化、人をつなぐインタープリテーションのアプローチという本が2014年に出てます。 でこれはあのー、四国の菊間さんが書かれたもう一度会いたいと思われる人になるインタープリターが伝えるコミュニケーションを探求するんコ,ミュコミュニケーションと探求の極意ごめんなさいちょっと間違えました、はい、でこれはですね書籍ではないんで、あのー、インタープリタートレーニングセミナーに参加された方にはこれを、あのーうん、お渡しすると というもので、2022年にあの大きく改訂をして、えー、作り直したものです。インタープリター・トレーニング・セミナー・テキストブックというものがあります。で、えー、何度か話題にちょっとずつ出てますけども、インタープリテーション、意図的に違いを生み出すガイドのためのコミュニケーション術、サム・ハムチョ、山田直子役がついこの間、先日出たばっかりです。 えーまあ、このような本あ、ちょっと時間ですねです。で、最後、西村さん、西村さん、ははい、はい、はい、ちょっとねあの、インタープレテーション協会のホームページって、なんか、ちょっとあんまり皆さん見てない方もいらっしゃるかと思うんで、こんな情報があるんだよってのを、ちょっと西村さんの方ではいいただけますか、はい、すいません。はい 出てますかはい、出てます。すはい。えっ、ー、と、これ、えー、インタープリテーション協会の、あのー、ウェブサイトですあの。インタープリテーション .jp というね、えー、URL で、えー、公開をしています。あのー、ぜひ、あのー、頻繁に <laughs> 更新したいと思ってるんで、最新情報ぜひ、あのー、時々チェックしに来ていただけたらと思いますし、それから、えっ、ー、と、Facebook のね、えっ、ー、と、ページもあって、 えっと、Facebook でもあの新しいあの情報を上げたらあの、このサイト、ウェブサイトにリンクするようにね、えー、していますので、えー、まあ、両方チェックというか、Facebook 大体見ていただいてると、あ、ウェブサイト更新されたなとか、えー、見ていただけるかなと思います。えっ、ー、と、上のメニューを見ていただくとあの、いろんな情報を入れてます。あのえーまあ、基本的なあのインタープリテーションに関する情報だとか、それから、えっ、ー、と、この、 えー、セミナー関係の、えー、情報の,あの背景になる議論ですね。あの今日お話しいただいたようなこともあのまとめています。それから、協会の,あのい,ろいろんなあの方々にあのリレーコラムということで、えー、執筆していただいたコラム、えーまあ、読み物ですね、がありますので、これも見ていただけたらと思います。まあ、あと、セミナーイベント情報、それから論文書籍等というページに、 あの今もあの本の紹介していただきましたけどもあの、えー、今2冊だけ <laughs> 今書いてますがまたあの追加もしておきたいと思いますしそれからいろいろ関係者が書いてきた論文だとかそれからこの後もあのも午後研究発表がありますけれども、えー、と過年度の,あの研究発表の用紙もずっとあの載せておりますので、えー、こういった情報もですねまた、えー、チェックをしていただければと思います。 はいえー、以上です。ね、YouTube のチャンネルなんかも、あ、そうですね。はい。飛べますんで、はい、楽しい動画もたくさん。これですね、はい。YouTube チャンネルもありまして、コロナの間にいっぱいいろいろためたものもありますし、ぜひこちらもご覧いただければと思います。はい。西村さん、どうもありがとうございました。じゃあ、これで私のお役目を終わりにします。どうもありがとうございました。